グッドマンの可能性もあるし、結構厳しい状況になると、うん、カラムさんが次の対戦は大橋さんに聞いてくれてまあこれ勝った場合のね、年内の候補ちょっと分かんないですね、うん、まあ一応グッドマンの可能性もあるし、まだちょっと全然決まってないです。で、開催も日本ですか？まあ、ほぼ日本になると思います。まあ、来年はラスベガスって線もあると思うんで、あ、それもちょっと、うん、それも、はい、アルムさん言ってました、はい、一応話してます、ね、ああ、なるほど。じゃあどっちかってもうあっちのさ、あっちより中東よりアメリカっていうことですね。まあ、その話もあるんだけど、あ、うん、一応今ラスベガスの可能性が高いですから、ね、ああ、なるほど、楽しみです。サブグッドマンは2つ1位じゃないですか。デブロジョンも WBA1 位以上、これもその先としてはやんなきゃいけない。もちろんそういう路線になると思います。なるほど、はい、じゃ あ、 まあ4つのベルトを守り続けるという路線ですか、はい、そうですね。あ、ただあんまりもう結構厳しい状況になると、あ、まあ4つ厳しいかもしれないけど、あ、だ本人も自分も4つっていうのはもう取ったことでそこまでこだわりはないんで。あれ、各団体とこの間 WBA がちょっとおやりに出てきましたけど、うんうん、各団体の姿勢としてはどうでしょう。まあ、大丈夫です。大丈夫、はい、その辺の話は、はい、次の次ぐらいまでついてるから、はい、でもね、彼らも一つも外されたんで、そうだから、ね、誰だろうとルールなんで、ね、ルールはルールなんで、それもルールならばそれも、うん、もちろん受け入れるんで、はい、お願いします。まあ、毎回アラムさんが来てっていう感じになってますけども、そうだよね、これが最後の日本になるって言ったら4、5回いやいやいや言って、ああ来るね、最後のが払って変な意味じゃないよもうだから本当にいろいろなことが、だからそれほど買ってくれてるんだ。まあそうですね、世界で一番の価値やってらっしゃる、はい、うん、本当にだからこれが多分最後だからって感じで、うん、本当に何度も来てくれてるんで、よっぽど井上を買ってくれてるんだなっていうのをひしひし感じます、うん、そのトップロックからの期待みたいなの、うん、すごい感じますね。やっぱりこの間ニューヨーク行った時も、うん、アラムさんと一緒に食事もこう招待されて、うん、はい、だからあれですよね、来年もしラスベガスやるとしたら今まで何回も行ってるけどまた違いますよね、さらに大きくなって、ね、全然違う、ね、うん、いつ行ったんだっけ、ロス、ロスと、あとはバブルの中無観客、無観客でしたもんね。ああ、そう、はい、ラスベガスだけど無観客そうでしたね、あの時とでも全然今違くて、それはニューヨーク行った時感じました。あ、はい、今やったらもう全然違うと思う。そうですね、だからもしかしたらこのクラスでメインをね、うん、あるかもしれないですもんね、うん、ラスベガスで。まあだからそういう、まあ、前人未到のことをやっていくのがこれから井上の役目だと思うんです。あ、だからそういった話ね、いろいろ来ると思うんだけど、ね、うん、そういうのを慎重に選んで、うん、それをサポートしたいと思う、うん、あとさ、まあ